V ロード第11節1戦目バッターボックス西川、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。スライダーが決まります。それで追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、打ちました。サード取った、二塁アウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。この場面で打席には平田が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですね。インサイド打った、ショート取った、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。バッターボックスは6番野間、ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。一塁送球、これで3アウト、試合を制したのはソフトバンクホークスです。